皆さん、こんにちは。アンチョビです。お久しぶりです。今回もね、ちょっとしばらくぶりの動画になってしまって申し訳ないです、本当に。はい、どうしようかな。何から話そうかな。あれから話しましょう。じゃーん。こちらですね。本当は編まない予定だったものを今編んでおりまして、多分見た方が早いかな。 はい、開けましょうね。ちょっとだいぶ遅れてます。はい、広げた方がわかるかな。ちょっとお待ちくださいね。はい、こちらです。本当はね、編む予定ではなかったんですけれども、こちら、もうちょっと広げた方が分かりやすいかな。よいしょ。見えますか？見えてるね。はい。ここでわかるかな？はい。スティーブン・ウエストさんの M カルに今、参加しております。ただね、見ての通りだいぶ遅れていて、今、クルーの、セクション4かな？今、確かクルーの3まで出てるよね。で、本当にね、始めたばっかりなので、まだクルー1のところでございます。使ってる糸なんだけど、ちょっとこれ一旦どかすね。よいしょ。使ってる糸は、こちら。フリーソックネクスト。こちらね、湯沢屋さんの毛糸になります。はい。で、これ色番が、1番のものになっています。これをね、メインカラーにしてます。で、コントロールカラーが、オパールケイトのシャープパーテ12ですね。これね、色番どこだろう？あ、色番が98501になってます。で、メインカラーのこちらのね、お色は、もう一玉あって、で、こちらのね、シャーフパーテは、この一玉分しかないので、まあ、足りなかったら別の色、まあ、似た、色を使って編み進めようかなと思っております。はい。そんな感じでね、M カル遅れているんですけど、だいぶ、楽しんでおります。はい。やっとね、クルー1のね、最後のセクションまで進められていて、とっても嬉しいです。これね、ちょっとね、今、針の長さをね、追加すればよかったんだけど、ちょっとまだ追加するには、編みづらいかなと思って、もうちょっと長くなったら、ちょっとね、輪針の長さを追加しようかなって感じですね。こんな感じになっております。私のやつはね、結構カラフルになりそうだなという感じです。すごくね、楽しくって、もう一枚、まだクルー1しか編んでないのに、もう一枚見たいなーなんて考えてます。今回は、全部ってか、使ってる糸が段染め、両方とも段染め？段染めではないな。なんだっけ？このポチポチがあるやつ、なんだっけ？忘れちゃった。ポチポチもなくって、本当に、単色のやつでもう一枚編みたいななんてね、まだ
来る1も終わっていないのにそのことを考えたりしております。はい、ちょっとね、さっきエアコンのドライをつけててね、ちょっと鼻をすすってしまうシーンがあるかもしれないんだけど、ご了承ください。次なんですけど、ちょっと編みながらおしゃべりしたいなと思って、とあるものをキャストオンしました。ちょっとね、編もうと思うので、このちょっとだけ位置を調整します。はい、ではね、編むやつなんですけど、こちらです。あ、ちょっと待ってね、糸玉が、よいしょ、はい、こちらです。今ね、一目ゴム編み、リブ編みですね、こちらを編んでおります。ちょっとね、今夜の11時過ぎに撮影しているということもあって、画面上だいぶ暗くて申し訳ないんですけども、まあ、ひとまずリブ編みを5段編みました。で、使用している糸、多分皆さんご存知かと思うんですけど、こちらの、はい、KFS さん、ドイツの風景ですね。こちら貴重な糸を使ってあるものを編んでおります。色番が KFS141 で、マイセンという糸ですね。こちらはね、以前行かせていただいてKFS さんの祭事ですね、その時に購入した、とても貴重な、私の中でとても貴重なお宝ですね、私の中では。こちらはね、ずっとね、ちょっと使うの迷ってたんだけど、やっぱり編んでみたいなっていう気持ちになったので、こちらを使っております。で、まあ編むものなんですけど、ちょっとね、図を描いてみました。よいしょ、ちょっと待ってね。はい、でね、すごく見づらいと思うので、もうちょっと画面近づけますね。はい、すいません、画面調整しました。見えているはず。多分まあ絵を見ていただくと分かる通り、かかとのついたヨガソックスを編もうかなと思っていて、今回はここのね、くるぶしのとこの長さをちょっと普段より長めのヨガソックスを編んでみようかなと思って編み始めました。普段はね、ここのくるぶしのところのメリアスじゃないや長さはだいたいね、まあ30段ぐらい編んで終わるんだけど、今回はメリアス部分、ここね書いてあるんだけど、メリアス部分を40段編って、さらにここね、オレンジ色のところゴム編み、一目ゴム編みなんだけど、このメリアス編み40段にプラスして一目ゴム編みを10段編むつもりでいます。はい、今ね、こっちね、こっちつま先側から編むスタイルです。ガセットヒールが好きなので、ガセットヒールで編もうと思っています。うん、大丈夫かなでね、私の今回、待って。早速間違いを見つけてしまった。ここがね、違う。ちょっと待って。編集をしないといけない、これ。ちょっと待って。これかな？はい、すいません、間違ってたねここね、片面28目
で、合計56面で編もうと思っていたのに、片面26、合計54面みたいになってました。すいません。片面28目で、合計56目。一周ね、一周56目で編みます。はい。で、今、ここの一目ゴム編みを5段編んだところで終わっていて、で、メリアス、このガセットヒールって、目数をね、増やして、かかと側ね、増やしていくんですけど、その時に、その時にっていうか、そのガセットヒールのためのマチか。マチ部分の前までは25段編もうかなと思ってます。はい。そんな感じで、編み進めていこうかなと思います。はい。ではね、早速編んでいきますね。いやー、最初から間違いを表示していたなって、ちょっとね、またやってましたよね。ちょっと、マーカーが欲しいので、マーカーは何色がいいかな？オレンジ色かな？だいぶね、今回もお久しぶりの動画になるんですけれども、あ、やばい画面近いままちょっと待ってね、入った日失礼しましためっちゃ画面近かったね今はい、あ、そう、動画をね、アップしていない間どうしていたかというお話なんですけれども、まあ、メンタル崩れておりました。はい。なんでメンタル崩してたかっていうと、ちょっとね、まあ、職場の方で、まあ、ちょっとありまして、普段一緒にお仕事してる人たちが、どうとか、そういうことではなくて、うん。ちょっとね、どうしようもない状況になってしまって、で、私、次のお仕事が決まってはいるんですけれども、まあちょっとね、その兼ね合いもあって、結構、プレッシャーをね、ちょっと勝手にね、一人で感じてしまって、引き継ぎが終わらなかったらどうしようとか、そう。まあちょっとね、そのあたりはデリケートな部分だから、詳しくは話ができないので、ちょっとね、まあそんなこんなでちょっとメンタルを崩してしまっておりました。で、まあ昨日ね、ちょっとさすがに、自分の中でパンクしてしまったんですよね、気持ちが。まあどうしようもない状況になってから結構我慢をしていたんですね。今はちょっと同じ職場ではないんだけど、すごく今でも仲良くさせてもらっている方がいるんですけどね。まあその方にお話聞いてもらったりだとか、高校からの友人にね、この間会った時とかね、いろいろお話を聞いてもらったりとかしたんだけれども、まあその時にね、まあいろいろ相談はしていたんだけれども、ちょっとね、さすがにちょっとまあ職場の方たちすごくいい方たちなんですよね。基本的には見守ってくれて、で こっちがパンクしそうなのは多分皆さん察知していらっしゃったようで、結構様子を見られているっていうのはね、感じていたんですよね。でも私のその性格上、うまくその社員さんにね、あ、
私派遣なので、そう社員さんたちに相談するときはするよ、もちろん相談するときはするんだけど、自分の感情の問題だからそういう話は私しないのよ。うん、プライベートなこととかも相談することもないし、そう、まあお仕事が忙しい人たちだから煩わせたくないっていうのももちろんあるんだけれども、あの本当にどうしようもない状況だから、あのなんだろう、もう自分の感情でどうこうできることではないし、もうこの自分の感情は自分でどうにか処理するしかないみたいな感じで、まあ、あの友人たちにねちょっといろいろお話聞いてもらったりしてたんだけど、やっぱりそれでもあの気持ちがね追いつかないというか、もうまあパンクしちゃって、で昨日の夜はあの彼氏さんが夜勤であのお家にいなかったんで、さすがにパンクしてしまって、そうで、あんまりね心配かけたくないっていうのもあって、あんまりあの相談とかもしてなかったんだけど、さすがにねパンクしてしまって、もう昨日一人で彼氏さんがお仕事行った後にもう号泣して、で、すっきりしたわけよね。私結構ね、泣いたりするとすっきりするタイプで、ふとね、なんだろう、ハッと、泣いた後にハッとね、泣いたっつってもね、本当に、10分経ってないね、5分ぐらい。私結構、その時にもよるんだけど、昨日の場合はね、すごく短かったね、珍しく。うん。まあ、5分ぐらい、ちょっと号泣したときに、なんで、こんなに、自分、泣くほどにね、気持ちがパンクしてしまったんだろうって思ったの。で、私ね、すごく、まあ、普段は全く意識してないんだけど、苦手なことがあって、人との関わり合いでね、理由とか原因がわからないことがすごく苦手なのよ。ちょっと説明がね下手だから、何と言えばいいのかわかんないんだけど、どうしてこの人はこういう行動になったのかとか、この人が何を考えてるかわからないとか、そういうことは思わないんだけど、どうしてそうなったのか。とか、まあ原因が突き止められそうなこと、なんとかその修正が効くこととかね、そういうものってあるじゃない、人間関係で。うん、まあどうにもなんないことはもちろんどうにもなんないんだけど、どうにかなるはずだったこととかね、まあそういうのが分かんないまま、修正できないままでいるのが私苦手なんだなってふと思って、その昨日の夜ね号泣した後にふと思って、だから私パンクしたんだなって。そう、ちょっとね分かりにくい説明で申し訳ないんだけれども、まあそんな感じで、まあどうしようもなかったけど、どうしようもない状況なんだけど、本来だったら改善できたことのはずだったのよ。だからどうにもさせてもらえないっていう、修正もできない、改善もできないっていうね、感じな状況になってしまって出たのよ。まあ今もそうなんだけど、まあそんな感じで、まあ自分がそれが一番苦手なんだと、仕事をしてる上で。で、仕事ってさ、失敗したらさ、修正できるときは修正したり、改善できるときは改善したりとかさ、するじゃない。仕事だから。まあ仕事じゃなくてもね、プライベートでもそうだと思うんだけど。
そう。それができない状況になっちゃったんだよね。そう。本来だったらできるはずなんだけど、どうしようもない。みたいな感じ。まあ、だからそんな感じで、ああ、それが原因だったんだと思って、すごい納得いったの。ごめんなさいね、なんかそう、ちょっとこういう話をあまりするのにしてもね、なんか、編み物の話じゃなくて、つまんないなって思う方は本当に申し訳ないです。うん。あの、もしね、気が向いたら、また次回とかお話聞いてもらえれば嬉しいです。本当すいません。まあそんなこんなで、ちょっと、まあ、なんとかね、自分がパンクするまで感情を抑え込んでしまって、もう号泣するしかないみたいな状況になってしまった理由が分かって、かなり楽になりましたね。うん。かわいいな、これ。めちゃめちゃ可愛い。可愛くない？可愛い。で、まあ、今日ね、あ、ごめんなさい、揺らしてしまった。今日土曜日、あー、まだ土曜日、まだ土曜日なんですけど、まあ、それが分かって、てから、あの、昨日の夜ね、ひとまずお休みだから楽しもうと思って、スティーブン・ウェストさんのね、M カルの続きを昨日夜編んでました。うん。もうね、本当に、なんか、昨日、そんなこんなで納得して、だいぶ気持ち楽になって、今日は、割と自分の中でもここ最近の自分の落ち込み用の様子からしたら、まあ気持ち前向きになったかなっていう感じかな。うん。まあ世の中、世の中っていうかね、仕事してればいろいろありますよね。もうね、M カルはね、ちょいちょい編み進めているんだけれども、なんだろう。やっぱりね、あまりにも気持ちが落ち込みすぎてしまった時は、やっぱり編み物に気が向かなくって、ちょっとね、何してたっけな、ネットサーフィンしてみたりもしたけど、寝てる時間の方が多かったような気がする。多分、自分が思ってる以上にメンタルがきつかったんだろうね。うん。私多分ね、多分っていうか本当に、メンタル切るときはね、睡眠に走りがちのよう。でもね、またそのことを忘れるんだよね。また忘れて、その時になって、あの睡眠バカ取ってちょっと落ち着いた時に、あ、また睡眠バカ取ってて、やっぱメンタルやばかったんだなって気づくみたいなパターンが多いです。うん。33年間生きてきて、本当にね、未だに人との関わり合いが下手で、次のお仕事もね、始まるんで、大丈夫かなーって。まあ、テレワークがあるような感じなので、ちょっと気持ち的には、なんだろう。直接ね、職場の人と関わらない時間があるっていうのは、あとやっぱり自宅で、仕事ができるっていう面で、かなりメンタル的に私にはありがたい。まあ、そうもね、言ってられない
期間に入ってきてるので、ちょっとね今の職場はねちょっと忙しい時期に入ってくるんですよね。なのでちょっとね、私がいる間にどれだけサポートしながら教えられるかっていう感じですね。まあでもね、あの基本的に私の公認さんだけではなくて、まあもちろん私の後輩、私の後輩は全く別のお仕事してるんだけど、私とかその公認さん、公認さんがちょっと体調を崩して対応できない時に補佐として対応できるようにはなっているので、あまり心配せずに次の仕事スタートできるのではないかなって思ってます。ちょっとね、こまごましたお仕事してるからね、どうしても会う人会わない人ってやっぱりいるからさ、頑張ります。いや、これかわいいな、もう一玉ぐらい欲しいな、ドイツの風景見える？可愛くない？あ、そうだ。とある場所に友人と遊びに行ったんですけれども、ちょっとね、動画が今回も長くなりそうなので、一旦動画を切って次の動画にお話ししようかな。まあ連続で動画撮影することになるので、ちょっと画面が暗い、あまり明るくない状態のままになりますけれども、ぜひね、皆さんよかったら次回の動画も付き合ってくださると嬉しいです。はい。ちょうどね、この段も編み終えそうなので、ここで終えます。はい。かわいいね、ドイツの風景。緑色のね、ドイツの風景は、もう編み終えてしまって、手元にいないんですけど、こちらね、マイセンもとってもかわいい。なんか紫見るとさ、今ちょうどハロウィン時期だから、ハロウィンっぽくてかわいいとかつい思ってしまう。はい、では、今回の動画はここまでになります。ちょっとね、なかなかうまくお話ができないタイプなので申し訳ないんですけど、はい、ひとまず今回はここまでになります。最後まで聞いてくださった方ありがとうございます。次回はね、ちょっととある場所に遊びに行ったお話をさせていただくのでお待ちください。はい、ではまたねー。